無理に動かれるよりはいい。開いたか？そんな音がしたね。ああ、ひとまず行くぞ。ノクト、ちょっと待って。おい、このまま行って王の墓に入れんのか？なんだよ。顔向けができんのか、歴代の王に。いや、そもそもお前、旅を続けられんのか？続けるよ。俺が何言ったって続けなきゃなんねえんだろ、王様は。ああ、その通りだ。だがな、分かってんならちったしっかりしろ。空いてるな。おお、うまくいってよかったね。ああ、でかい洞窟。墓所はまだ先か。待ってるか。簡単に言うんじゃねえよ。言ってねえし。なんか匂う？イグニス、滑んないようにね。これ卵か。この後ろに何かありそうだけど。何が出てきた。やべえやつ。大使なら先に言え。ほら、
何かあるはずだ。試させてくれ。聞いたか？聞いてるっぽい。あれじゃねえか。これならいけるか。プロンプト。イグニス。ケブロー。やってやろう。やったか。倒せよ。イグニスのおかげだ。助かったぜ、イグニス。本当ありがとう。死ぬかと思ったよ。いや、素手で掃除はできねえぞ。焼くしかねえだろ。おお、扉だ。こんなとこに墓作んなよな。さっさと駅に戻ろうぜ。ああ、行こう。待ってくれ。お、どうした？もういいだろう。揉めるやりとりだけが聞こえてくるのは嫌なものだ。あ、目についてたが、やはり見えない。良くなる兆しもない。だがその上で、俺は旅を続けたい。これまでと同じように。悪いが、俺は反対だ。何度も言うが、戦いの中じゃ命に関わる。でもそれは俺たちが。面倒見らんねえって話じゃねえよ。なら、決めるのはイグニスだろ。って精神論じゃ片付けられねえぞ。分かってる。俺に合わせろなんて言わない。追いつけないなら、その時は自分で諦める。どうなんだ、王様は。ノクト、王とは絶対に立ち止まってはならないものだ。どんな犠牲が出ようとも前に進み続けなければならない。グラディオ、今ノクトに必要なのはそれを考える時間だ。
分かったよ。だが危険なことには変わりねえ。気緩めんなよ。やっぱりテネブラへ寄ってもいいか。うん、いいんじゃない。気になんならそうしろ。